はいどうも皆さんこんにちは、初代ランキングの人三賢者のしんぺいです。今日もことだまやっていきましょう。まあ、今回なんですけども、ハンターハンターコラボもうあと残り2日で終了ですね。でまあね、残り2日で終了なんですけども、コラボキャラのガチャとかね、取り逃しないですかっつうことで、久々にランキング形式でね、まあこいつらは取っておけよっていうキャラクター、トップ5をね紹介していきたいと思います。題してハンターハンターコラボキャラランキングトップ5ということでございます。一応ね今回降臨キャラとかは抜いております。ガチャキャラのみでのランキングになりますのでご了承ください。でまたね、いろんな配信者の方とかがまあこいつ強いよとかこれだけ取ってけよとかランキングとか出してると思うんですけども、その方とも違う可能性はあります。はい、というのもですね、このゲームどのキャラが強いって一概に言いにくいっていうところがあります。なので人によって評価と違うので、まあそこについてはね、そういう考えなんだぐらいに思っておいてくれると助かります。どれが正解とかは、ないと思うので、はい、ということでやっていきましょう。はい、ということでね、早速第5位からの発表でございます。第5位、ゼノ&ジルバでございます。まあこいつがね1位じゃないのっていう人もいると思いますし、いやゼノジルバもっと上でしょうみたいな、順位上でしょうっていう方もいるとは思うんですけど、まあ僕はね一応5位という形になっております。でまあここで言うことでもないんですけども、ぶっちゃけ今回の、ガチャのランキングに関してはくっそむずいです。っていうのも、全キャラめちゃめちゃ強いんですよ。あの本当に僅差です。5位から1位までマジで僅差です。なので、正直本当に個人の価値観で、順位なんて簡単に入れ替わりますので、まあほぼほぼ順位は関係のないものだと思ってください。強いキャラ5人選びましたぐらいだと思ってください。はい、まあゼノジルバの、シルバのね強いところ5位な理由、シンプルに使える文字が強いです。セイシーソアマジで強いです。これねキャラ解説動画の方でも言ったんですけども、マジでこのキャラで、なんかこう作れない文字ないぐらいまでいっていいレベルで強いですね。はい、で最近流行りの通貨単位の弱点もセイで、弱点つけますね。線でもつけますね。でゾウで生き物弱点もつけますね。で死で5文字以上の弱点とかも非常につきやすいですね。はい、まあ、そういったところで死流の相手の弱点をつきやすいんですよね。まあ、そういったところの強さもあります。はい、まあ、若干ね、弱体マス以外の場所で使った時の火力不足感が否めないのでちょっと順位低めって形ですね。はい、では第4位いきましょう。第4位、ゴンでございます。ごめんなさい、こっちのゴンじゃない、こっち名属性ゴンでございます。これ4位って方もね、まあ、いるとは思うんですけども、4位ですね。圧倒的お手軽火力感が半端ないです、マジで。発動条件4文字以上での火力ではないで、もうそれだけですねこいつに関しては。であとは異風神がめちゃくちゃ楽になりました。もう壊してしまいました異風神を。僕の方でね YouTube の方に動画上げましたけど、マジでぶっ壊れちゃった。お疲れ様でしたって感じだよね。本当にやばいよねあれは。ぜひねまだやってない方とかやってみてください。今まで異風神勝てなかったって人もゴン使えば絶対勝てると思います。キャラさえ揃ってればね、ほぼほぼ格で勝てると思う、マジで。はい、でまあ一個欲を言うのであれば、1回しか使えないからんの火力がもうちょい高くてもよかったかなって感じですね。おそらくなんですけども、これことんの倍率変わんないんですよ。バフが乗るだけなんですね。4バフ乗るだけなんですよ。もうちょい高くてもよかったかなと思うんですけど、まだねこのゴンに対してバフを鬼盛りするってことをしてないんですよ。例えば素で、4バフ振っといてんで使うとかまだしてないので、だからまあニューワードで2バフ乗っけて、まあ、手札の段階で2バフ乗っけて、で場に出して2バフ乗っけて、で、んで使ってさらに4バフ乗っけて合計8バフで使うとかはまだしてないので、そこまですればすごい火力が出るかもしれないんですけども、なんか1回しか使えないのであれば、それぐらいの火力がん使った時に出ても面白かったかなとは思います。はい、ただまあそれだとね4文字だと割に合わないので、
まあ、しょうがないのかなと思うんですけども、少なくとも4文字で出せる最大の火力にはなってるのかなと思いますね。はい、めっちゃ強いと思います。で、第3位、水キルアでございます。はい、これはね結構納得してくれる方も多いんじゃないのかなと思います。強いだろうなとは思ってたんですよ、その生放送で性能が出た時にね。しかもこの技反撃 50%、 2回に1回は反撃をする。でしかもスーパー弱体ガードがついてるんですよ。でこのスーパー弱体ガードって相手のターンにも効果持続してるので、反撃にスーパー弱体ガードの、倍率乗るんですね。でもしそのターンにキルアにバフがかかってたら、そのかかってるバフも乗るんですね。で、敵単体に被ダメージ増加状態を2ターン付与してるので、そのデバフの効果も反撃に乗るんですね。って考えると反撃の威力が反撃の威力じゃないんですよ。なんだろうな、降臨キャラの凄技ぐらいの火力は簡単に出るんですね。それがね思った以上に強かった。うん。で、弱体マスに入れなくても普通に強かったんで、こいつはコラボ終わった後も結構頻繁に使っていくんじゃないのかなと思いますね。うん。あとね、手札にいる時とかのエフェクトがかっこいい。キャラがねこうビリ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 ってなってるので普通に楽しいって感じですね。はい、まあこの心眼回避に関してはつけてもつけなくてもいいんじゃないですかねって感じ。うん。フォーカスされるわけじゃないので、敵に 100% 狙われるっていう凄技を持ってるわけじゃないので、うん、僕だったらむしろ火力方面に振っちゃうかなとはちょっと思いますね。はい。で、第2位でございます。貴族性のゴンでございます。まあこれね、名属性より高いのとかちょっと意外っていう人も多いのかなと思うんですけども、まあこれはね僕の個人的な考えとか好みで、2位って感じですね。はい。まあスパチェンとはいえんが使えて、コとフっていう使いやすい文字、まあ特にコですね、で使いやすい文字を持っているっていう時点でだいぶ強いんですよ。でしかも、発動条件が4文字で、爆絶強力な貴族性攻撃っていうところ、これ結構な火力が出せます。うん、十分強い。で、何よりねマズムでの就職が決まってるっていうのがんでっかいんだよね。マズムのカレンサイドですね。2番手4番手でカレンをリーダーで使っている人はぜひフの枠にゴン入れてみてください。今までは例えば双葉とか、ブラックとか入れて、まあ、イーブンとかね、文化会とか文化祭とか作ってたかもしれないんですけども、まあナビは入れといて、双葉は入れといたとしても、ブラックとかあとはね、プラチナーガとか入れてた人はゴンに入れ替えてあげてもいいんじゃないのかなと思います。まあね、E とかね、異軸になりやすいんですけども、マズムに関してはただ何だいたいカレン側の人ってグライズとかカープ入れてると思うので、まあ昇魂とか昇文とかで、ゴンを使ってあげてもいいのかなとは思いますね。うん。まあそうやって使ってあげれば4文字爆絶強力な火力が出せますし、うん、十分強いんじゃないのかなと。で、まあ、祝福に関してはね、名属性キラー振ってもいいんですけども、英雄キラーと水キラー振っとくのが無難かなと思います。はい。では、第1位でございます。第1位は、ジンでございますね。いや、これはね、強かったわ。うん、使ってみて。なんかね、リムロの時があるので、コピー持ちだから、まあ、そこまで強くはないだろうとは思ってたんですよ。そんな強くないんじゃねって思ってたんです。めっちゃ強かったわこいつ。でジンを使うことによって6文字を意識するんですね。で6文字を意識すると何が起きるかっていうと、必然的にコンボ数が上がるんですよ。まあもちろんコンボが上がらない6文字ってありますけど、大体の場合はしかも死だからねこいつ、コンボ数が必然的に上がってくんですね。でコンボ数が上がると何が起きるかっていうと、もちろん火力が上がるじゃないですか、倍率が上がるので。ってなってくると基本的にジンの攻撃って、高い倍率での攻撃になりやすいんですよ。
それがね強かったし、何よりこの6文字でコピーした後の追加でこう発動する自分自身の攻撃も思いのほか強かった。これがね意外でしたね。でそのコピー技ってジンのアタック値に依存するんですよ。元のキャラクターのアタック値じゃなくてジンのアタック値に依存するので、ジンのアタックが低ければ低いほどコピーした技の威力って落ちちゃうんですよ。なので今までリムルって、コピー技強かったんですけども壊れてはなかったんですね。もちろんバフキャラとかをコピーするとバフがその分かかるので、またかかるのでめちゃくちゃ強くはなるんですけど、でもジンって自身の火力も低くはないんですよ。600あるし、だから十分コピーの威力が強かったんですね。これはね割とやってますね。で弱体ガードを持っていてその火力が下がらない、こいつは強いね。はい。でまあここに関してはマジでペイトゥウィン課金したもん勝ちぐらいになっちゃうんですけど、実はキラーがですね英雄キラーと物種族キラーにさらに触れるんですよ。これすでに 50% ずつの2種類のキラーを持ってるんですけども、英雄のキラーと、物のキラーをマックスまで上げると 25% アップするんですね。でこの2種類をマックスまでじゃあ上げた時にどうなるかっていうと、ジン2種類に対して 75% ずつのキラーを持つんですよ。これやばくないですか。冷静に考えてやばいっすよね。でさらにね闇属性キラーも持ってるので、これをマックスまで上げてあげると 20% じゃないですか。ってことはジンって、闇プラス英雄とか、闇かつ物とかのキャラに対して最大で 95% のキラーが乗るんですね。でしかもじゃあ闇に対して光属性の攻撃というのは2倍になるので、もうその時点で、195% アップみたいなもんなんですよ。恐ろしいでしょ。でさらにこれで、まあ、6文字意識しだす。で、お守りも6文字以上とかをつけたら火力がどんどん上がっていくんですね。なので、まあ、ジンは新たにロマンを作ってくれたキャラクターかもしれないですね。はい。まあ使い方はちょっと難しかったり、その強くするためにはより強くするためには条件が結構厳しかったりするんですけども、それでもいいぐらい強いと思います。僕はねちょっと体振ってでもキラーとかは解放してもいいのかなとはちょっと思ってます。はい。ということでね、最終結果ということで見ていきましょう。第5位がゼノ&シルバー、第4位が、冥属性ゴン、第3位が、水属性のキロア、第4位が、貴族性の第4位じゃん第2位が貴族性のゴン、第1位が光属性のジンということでした。ということでね、皆さんの、中での強キャラどのキャラでしょうか。はい。これはねあくまで個人的なランキングになりますので、まあそんな感じなんだふんぐらいに捉えておいていただけると幸いです。ということでご視聴ありがとうございました。残り少ないハンターハンターコラボですが楽しみましょう。ではではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。